はい、お疲れ様です。えー、今日は、やってはいけない独立方法。まあ、やってはいけないっていうのは、まあ、法則みたいなのがな,ないと思うんですけど、まあ、うちの会社も、うちの会社から、まあ、独立して成功した子、まあ、失敗した子って、まあ、いっぱいおるんですけど、うん、まあ、最低でも、まあ、これはやっちゃかんのじゃないみたいな、うん、やったら絶対失敗するんじゃないっていうのも何個かちょっとあげれるかなと思うんで、ちょっと、 一番興味あるととととこころだ思思ううでちょっと話しうと思います、えー、チャンネル登録とあのグッドボタン、ね、グッドボタンを押してほしい最近また外れとんだよな全然伸びにか,かったんでぜひまたグッドボタンを押してくださいえー、ああとねちょっと今日頭って言ったらガッとるもんであれだけどあの何だろうねあれねあのハゲとかずっと書いてるやつもうハゲなの知っとるでいいわーってこれでもなんかコメント見たらまあ、削除しとるんでみんな見えんかもしれんんですけど なんか金があるんだったらアーディランス行ってこいとかほんとそれ書くやつ多いんだわなんで俺が髪の毛入れなかったと思うんだけどんでハゲだからなんだっつうのもお,前 <laughs> お前バカ野郎お前もハゲるぞって思うんだけどまあちょっと真面目な話なんでちょっと行きましょうかはいじゃあまず仕事がないのに独立する、うん、まあ仕事がないのに独立するやつなんかおるのって思うかもしれんけど、ね、結構おるだ、ね、よこれがまたうんあのなんちゅうかなまあ 空気入れられらてあの、なんか知り合いとか、まあ、例えばね、うちの従業員の子が誰かに空気入れられて、まあ、お前独立したらこうやって今仕事があるでって、まあ、それも、それでいいタイミングにはなると思うんですけど、その、なんちゅうかな、ある程度、その、まあ、メイドつけるって難しいんかもしれんけど、やっぱね、な、なんかあるんだよな、職人やっとると、その、いろんな人と、やっぱさ、現場でもいろんな業者とも交じり合うじゃん。 でそういう中でいろんなこと話し,しとるうちに、ああ、なんか、ね、やっていけるかなっていうタイミングがあると思うんですけど、なんか、授業に残っていかんのはさ、まあ、人付きへんも死んじゃん飲みに行ったりもせえへんし、ね、誰かと、じゃご飯でも食べに行かせてくださいって,ってやっぱご飯食べに行って、も仕事欲しいわけじゃないんですけど、やっぱ行くとね、いろんな話聞くけど俺でも今でもいろんなね、社長と知り合ったら、会社さん行っていいですかって言って、行くと、 やっぱまた新しい発見があるし新しい気づきがあるから、まあ、そういうことをしょるうちに仕事につながるときもありゃつながんないときもあるしまたこういうことやってるんですよってさ、あのー、話してるうちに「あちょっと紹介してあげるわ」って言ってあの結局「友達と同じでしょ」だってねまあ男の子は聞いてるのが多いと思うんでさあまあ知り合いの女の子とかが、まあ、誰か紹介してと「男紹介して」って言ったときに。 パッて浮かぶ人ってさやっぱ自分の友達の中でやっぱいい子であったり大切な子を紹介するわけじゃんまあ大切な女の子だったらね、まあ、どうでもいい女にはどうでもいいよっても紹介するかもしれないんだけどだなんで何ちゅうかな、まあ、付き合いってなんかお金儲けのために付き合えとは言わんけどまあいろんな人と話して自分がまあ成長したいと思ったら必然だよねうんまあうちの従業員もまあ見てると あのー、付き合いが下手だなやっぱうんそれはもう友達のも何でもいいんだよ友達ともご飯食べに行ったりいろんなとこしとるうちにいろんなもんがつながっていくってさでその時になんかふってやっぱタイミング独立のタイミングって絶対来ると思うんだよねなのでもう仕事もないうちまあ明日がまあ独立したら考えはいいやと思ってなったらまあそれはちょっと違うんかなとは思うね、うん、でちょっと次いきましょうか これ多いよね、うん、あのお金の当てがないうに独立ってまあこれはまあ致命傷なんだけどなんちゅうんかなそれまあ別にいいんだよお金1円もなくてもいいんだけど独立した時にまあ最低10万ずつは入ってくるとかね例えば最低20万ずつ入ってくるっていうな,なあの自分の生活があるでしょそのもう儲かんなくていいんだけど別にその自分の最低限の今の生活 例えば、まあ、実家に暮らしてるならいいけどさ、飯代はかかるじゃん、もちろん。だけど、なんかみんな独立するときにさ、なんかお金もない,ないって別に、商売では別にいなんと思うのはちっちゃく始めりゃ。うん。だけど、その自分の生活がその3ヶ月ももたないぐらいのお金で結構独立するやつって多いじゃん。ま、大概こけとるよね。んでまた自分の会社戻る、戻れん。でまた変なとこ入った。 ぐずぐずしとるうちに自信になったっていう子まあ俺の周りでも結構おるけどうん何ちゅうかなその多くなくていいで自分の生活俺本当にだって自分で独立した時なんか本当にもう事務所家賃2万円ぐらいだよだって3階まで風俗ビルでそこの上借りて家賃本当二2万5千円ぐらいそこに寝泊まる人だからね職人が出入りするようなとこうんでもう本当に限りなくて車もマイカーもない状態家もない そんな状態でやっぱ独立したから、さ、そんな俺もお金持ってる方じゃなかったけど、別に。ただ、その、なんていうの。別に、明日仕事がなくても、別に、生活はできる。生活水準を下げてたからね。で、まあ、自分、自炊しや、だって、本当に、好きなんか、4、5万で生活できないじゃん。だって、実習生なんか、ほんと5万円ぐらいで生活するとか言うでしょ、あいつら。まあ、量、量とかあるにしろ。だそんな状態で、 独立したいけどまあそれなかなかね自分の今生活水準を下げるの難しいと思うから、まあ、難しいと思うんだけど、うん、だから自分が、まあした仕事なくても回る状態、まあ、それは最低でも、うん、3ヶ月ないし半年、うん、は作ってからまあ独立するのがいいんじゃないかなとは思うでこれで本当にこけてる子多いで結局何やるって言ったらまあ職人の世界って結構多いのが まあちょっとねお茶食いことやって現場手抜いてみたりさせ,もうせっかく入った仕事がかそこでいっぱい儲けたいと思うもんで人間ねあの生活に追い込まれとると。で結局いい仕事できないから悪循環だよねでまた手が悪いもんでお前もうつかまへんってなってくしでどん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 悪循環が生まれちゃうからある程度やっぱり自分の生活、まあ、家庭があるんだったら家庭が3ヶ月ないし半年間。うん 飯食わせれる状態まあそれかまあね生活水準下げて半年間はね妻にもうこんだけでやらなあかんからってやっぱやんないとうんまあ俺は成功しんのかな今でこそだって俺でも今でもそうなんですね一般の子から見や生活水,水準が高いと思うんけどなんちゅうかなその稼ぎにしせ生活水準は低いよね多分。うん、その俺ははまあどっちかかというと付き合いとかは で大切だと思ってはいろんな人と会ったりしてご飯従業員と飲んだりとかもその接待交際費付き合い会議費っていうのはまあ多いけどじゃあ自分の車いいもの乗ってるかって言ったらそんなめちゃくちゃね自分のねあの稼ぎにしては会社の大きさにしてはそんなにいいもの乗ってないしさそういうことをしてるからなんちゅうかなあのいつでも退却できるっていうんかなそういう状態はまあ作ってるかな、うん、何があってもいい状態 うんはいじゃあ次行こうかもう一か八かで独立だねこれ本当にこれもまあお金と言われてるんですけどまあ俺もまあそんな何なんか、うん、なんかもうルートができたものにピュンって乗った王じゃないからこっちのタイプなんですけど、うん、まあ今の時代は特にその。 副業がね国が副業やりなさい大企業もあれ副業禁止って言ったらかンっていうような時代でしょうで本当にネットでも何でもまあそのさ建設でもあるでしょうなんかそういう紹介してもらえるサイトみたいなのでしょうあのマッチングサイトみたいなでそういうのがあるんだからこの間も言ってたな三十何歳で大成功してねすごい会社の社長と、まあ、コーヒー飲んで打ち合わせしたんだけど うん、会社に話ししてその休みの日だけは自分たちの仕事していいかって言って毎週休みの日平日だってたらね日曜日は仕事のような仕事だから、うん、平日のその休みの日だけは自分の仕事をしてもう会社に許可取ってね、うん、で独立したってね今33で俺より全然でっかい会社になって俺33だよ今4だったかな、うん、すごいねパワーもある人だったけど、うん、まあ 本当に、それがもうせ、正、正道っていうの正しい道だよね。うん、なんか、いやーみたいな感じで、もう、ね、落ちたら落下して、パラシュートが開きゃ大丈夫だけど、落ちたら死ぬみたいな状態で勝負した。その、しじゃんけんと同じじいです商売なんか。その、当たる時もありゃ、外れる時もあるし、ね、なん、ね、俺もじゃあ、 自分のやりたいことをい、えいやーってやったことがうまくいったかってったらそうでもないんですよ。本当に最初立ち上げの時なんかもっと全然違うことから始まったしね。で、それダメだ。じゃあどうしよう。じゃこれやろう。どうしようどうしようって。まあ、やってるうちにこういう形になってきたんですけど。だから、うん、まあ、本当に、まあ、一か八かでやるっていうんだったら俺はもう絶対やめた方がいいよって。うんだったら副業で何かやったらって。 うん、何でもできるでしょだって夜でも何でもできるんだもんね。現場仕事なんか。夜勤、ね、独立してやって、夜勤専門で募集してるとこもあるしね。うん、で、会社に話すか話さんか、まあ自分の自由だと思うんだけど、そんなことは。うん、まあ、うん、これだけは本当にやるいと思うよね。うん。まあ今日はそんな感じです。ちょっとなんか今日元気ないな。あんまりこの間の動画数字全然上がらなかったらちょっとテンションが上がらんかもしれないけど。 ね、ヘルメット被ってないんでちょっと申し訳ないんですけど、またちょっと面白いの撮ってきますんで、あの、チャンネル登録といいねだけよろしくお願いします。えー、また見てね